百人一首46、曽根の吉忠の歌です。由良の塔、渡る船人、舵事をたえ、行方も知らぬ恋の道かな。歴史的仮名使いです。3組を見てください。舵事をたえですね。それから、行方も知らぬ恋の道かな。 ソネのヨシタ平安時代中期の歌人ですなかなか偏屈で頑固な人物だったそうでそのような逸話が残されています例えばね、えー、まの招かれてもいない歌合わせの席に乗り込んでいって自分のようなまあ優れた歌人が招かれないはずがないと自分だって引けを取らないぞと言い張っていたそうですですが、えー、そこに 居並んだ人々はこの百人一首の中にも出てきています平の金盛清原の元助さらにまだ46番の中では出てきていませんけれども大中富の慶喜だとか源重幸だとかそうそうただ人物の集まりだったそうです。さあ結局ですねつまみ出せと言われてしまいまして。 追い出されてしまったわけなんですけれどもまあ逆に言うとねこの曽根義忠の歌への思い情熱というのが伝わってくるエピソード,エピソードではないかと思いますそんな曽根義忠が呼んだ「行方も知らぬ恋の道かな恋の歌」です下の句もう言うまでもないと思います「行方も知らぬ恋の の道かなこの先の行方もわからない恋の道であることよまず動詞「しら」終止形は「知る」ですけれどもわかるという意味を持つ言葉ですそれから「ぬ」打ち消しの助動詞ですね終止形は「図」です意味は「何々ない」それから「かな」は英単の終助詞「何々であることよ」ここに反映されています えー、今ですね特にこの「ぬ」について打ち消しの助動詞図」そして意味は「何々ない」という説明を聞いてあれやっぱり文法って難しいなと思われた方は第1章または第3章を復習なさってみるのをおすすめしますでは義忠が伝えたいのはやはりこの下の句 この先の行方もわからない、見通しの立たない自分の恋の道である。では、この紙の句です。ゆらのとを、渡る船人家事を、絶え。下の句にどのような影響を与えるんでしょうか。 では、一つ一つ見ていきますよ。まず、ゆらのとの塔です。漢字で書くと、はい、このようになります。ゆらのと、丹後の国、今の京都府宮津市を流れる由良川の河口です。この戸という言葉が河口を指しているんです。京都府宮津市。 日本海の方ですね。ですから今日の都からするとかなり距離が離れていますがそれの義忠はこののの国の役人とししてて赴任していたんです。そういったこともあって実際に義忠がこの由良の塔を眺めながらこの歌を読んだと考えることができます、えー、見やすくするために青で書きますがこの「加工」というのは「 川と海とが出会う潮目でして、まあ、潮の流れは非常に激しいんです。そうなると、火事を絶えの絶えという言葉が聞いてきます。終止形は絶由です。漢字で書くとこのようになります。今回は、失うという意味がふさわしいです。では、火事という言葉。このような漢字を書きます。船を漕ぐ道具です。 そうですね、手漕ぎボートであの水をかいているあの豆腐をイメージしていただいたらかまいませんではそんな潮の流れが激しい由良の塔船をこいで渡っていく船人が家事を失ってさあこれでもうイメージは完璧ですでは 現代語訳に進むその前にもう一つ補っておきましょうゆらのの,このとととこいう言葉です、えー、今回は由良川の河口その河口というのは潮目,がえ潮目であって潮の流れが激しいこのことに間違いはないんですけれども訳す上でその水流の出入り口にあたるは「と」は現代語で「瀬戸」と呼ばれます。 そういえば瀬戸大橋という橋がありますよね。そう、まさに瀬戸内海にあるあの橋です。その瀬戸という言い方が、そもそも、えー、潮の流れがはなし激しい場所というところから来ています。この後のイメージを持つ上で、ゆらの戸というのはあくまでも丹後の国、京都府宮津市を流れるあのゆら川の河口のことを指していますので、 誤った地名を連想することのないように気をつけてください。それではお待たせいたしました。現代語訳です。ゆらの瀬戸を、漕ぎわたる船人が、家事を失って途方に暮れるように。さあ、このように訳せる理由は そう、忠が本当に伝えたいのはこの下の句「行方も知らぬ恋の道かな」でしたよね。その「行方も知らぬ」を導くための「はい」「序言葉」になっています。さらにこの「と」「瀬戸」ですねという言葉とあとは「その瀬戸を渡る」さらに「 船人、それから船人といえばやはり家事を持っていますから家事それから船が進む行方道すべてイメージの上で結びついていきます。そう、援護なんです。すべてが援護に、 なっています素晴らしい和歌ですさらにこの歌が私たちの心に迫ってくるのは船人という言葉なんです潮の流れが速激しい場所を船が舵を失って途方に暮れてしまうもし船がだった場合 船がくるくると動いたり予期せの方向に動いたりしているその様子で済むんですけれども船人ということはこれに乗っている人ということです、えー。舵を失ってしまっていますからもうその潮の流れのまま船が動くままに乗っかっているしかありません。コントロールが効かないんです。ああどうしようどうしようというこの戸惑う感じそれが自分の 恋の道と同じこの「船人」は恋する自分そのものを指しているんですね。強い力に翻弄されてこの先どうなっていくんだろうという不安ぜひこの「船人」に思いをはせてみてください。それれれででは決ままり字ですゆらと読まれれば えー、今回は番書が被らないようにこのあたりに書くことにしますよ神の句ゆらと読まれれば下の句ゆくの札を取りましょうゆらの塔を渡る船人舵をたえ行方も知らぬ恋の道かな百人一首四十六 曽根の吉忠の歌、以上です。